行き違いがある場合のみ列車が発着する京ヶ瀬駅は新潟県阿賀野市小川原にある東日本旅客鉄道右越本線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅両ホームは古船橋によって連絡している列車の行き違いがない場合は両方向の列車とも北口駅舎に面する一番線から発着するなお2007年3月以降 定期列車で2番線から発着する列車はない。新1駅管理の無人駅となっている。駅舎は待合室の機能のみで、簡易水化改札機のほか、乗車駅証明書発行機、トイレなどが設置されている。また2番線に面して、南口が設けられており、ホーム入り口には、簡易水化改札機が設置されている。北口駅前広場には、ロータリー、駐車場、 駐輪場などが、南口駅前には駐輪場などが設けられている。この北口駅前広場は、急遽がセ村が新設合併し、阿賀野市となったのに伴って計画された新種建設事業の一環で、2006年から2007年にかけて整備されたものである。駅前を走る国道465あたり駅は、 旧京ヶ瀬村内に位置し、存命を冠しているが、市役所京ヶ瀬市長をはじめとした公共施設が多く並ぶ、村の中心的地区は東駅から北へ約3キロメートル離れた国道49号沿いにある。東駅周辺の沿道には農家などの住宅が立ち並び、駅の南側は水田となっている。駅前すぐの国道百六十号に設置された阿賀野市営バス。 京賀瀬駅前停留所2020年10月時点では、当駅前には、コミュニティバス、阿賀野市営バスのバス停があり、1路線が発着する。また、当駅から西へ、約 1.5km ほどの京賀瀬工業団地内に、新潟交通観光バス京賀瀬営業所があり、2路線が発着する。ありがとうございます。